どうも、あいちです。昨日ですね、神奈川県の国府中学校っていうね、大磯駅と二宮駅の間ぐらいにある国府中学校っていうところで講演会をさせていただきました。全校生徒の皆さん、そして PTA の皆さん、学校の先生、あと見に来てくださった保護者の皆様、本当にありがとうございました。お世話になりました。でですよ、そこでやらかしたんですよ。私やらかしまして、昨日、授業の、50分授業の1コマをいただいたんですね。でそれを30分は自分の講演会、20分を質疑応答にしてたんです。でスライドも作って、パワポでね、スライドも作って持ってったんですけど、で最後に、ちょっと時間調整がねどうなるかわからないので、一番最後に、ちょっとトピックをまとめておいて、で、30分うまく調整しようと思ったら、最後のスライドのそのページ行く前に時間をオーバーするっていう、喋りすぎたんですよ。やらかしました。はい、ということで最後喋れなかったんですね。でちょっと最後のその実際のスライド今出してると思うんですけど、この3つを喋ろうと思ったの、サクッと。で下2個に関しては、昨日質問くれた、質疑応答でね、生徒さんが質問してくださってたので喋れたんですけど、一番上の部分、これねが喋れなかったので、講演会の延長戦じゃないんですけど、ここで喋らせていただこうかと思います。ぜひ国府中学校の皆さん聞いてやってください。で他の方もぜひ聞いていってもらえたらと思います。では改めましてと、改めると長くなりそうな感じすると思うんですけど、サクッと話します。昨日もねサクッと伝えるつもりだったので、でこの全員に好かれることを諦めたっていうのは、自分が生きやすくなった、生きるのが少し楽になった考え方なんですね。昔それを見つけて、思って、頑張って思い込ませて、今はすごくそれをもう染み込んでるんですけど、体とか考え方にね。で中学校の時にいじめを受けて、自分はいじめられてて、で生きる意味が分かんなくなったりとかするわけですよ。なんで生きてんのかな、生きてても意味ないんだろうなとか思ったりもするわけで、で高校に入っても学校変わったことでいじめは特になくなりましたけど、もちろん楽しい時もありました。でもじゃそれが毎日そうかって、そういうわけではなくて、一人になって部屋になればすごい孤独感とか、なんか焦燥感みたいにね、すごい襲われたりとかする日々だったんですね。で自分はすごくこう他人の目の色というか視線を気にします。今でもそうです。昔ほどじゃないですけど、昔はその学校の廊下に出ることができなかったんですね、移動教室以外で。掃除とかで強制的には出ますけど、全部廊下で話してるのが自分の悪口を言ってるように聞こえちゃうんですよね、実際がそうじゃなかったとしても。だから今でもすごく気にします、他人の目線っていうのを。だから他人に嫌われるのがとにかく怖いんですね。すごく怖い、この活動してるのに、すごい嫌われてるのに、一部の人にはね。でもやっぱ怖いんですよ。でいろんな人に嫌われたくない生き方をしてたんです、嫌われないようにっていう。でもある時に思ったんです、全ての人100人1000人いた時に、その100人1000人全ての人に好かれてる人なんてこの世にいないんだって思ったんですね。どんなに立派な人でも、立派な功績を残した人でもそうなんだと。じゃあ俺なんかが全員好かれることは無理に決まってんじゃん。でそこで卑下したわけではなくて、なんかそれを自分なんてどうせって思ったわけじゃなくって、じゃあ自分のことを、自分が気が合う人というか、そういう人を見つける、見る対象を嫌われないようにって、嫌われてる嫌いそうな人を気をつけて生きるんじゃなくって、自分と気の合いそうな人、相性の良さそうな人を大事にしていこうっていう風にちょっと見方を変えたんですね。だってどうせ無理だもん、全員に好かれるなんてっていう風に思った。そうなってもちろん最初はうまくいかないです、だっていないんだもん、その人が周りにそういう風に思える人がいないから、いやーやっぱいいね、無理だわって思ったんだけど、今34歳になって34年間生きてきても両手で数えられます、そんな人なんて、そうやって思える人はね。だから実際ね、みんなが今そうやって周りにいるかわからないけれど、今誰もいないってなってるかもしれない、当時の俺みたいに。でもそれはじゃあ一生そうかって言ったらそうじゃないんだよね。多分そういう相性がいい人っていうか、何でも言える人って出会える確率ってめちゃくちゃ低いんだよね。俺多分人生で一人二人出会えたら十分だと思うの。そうだから、なんかみんなもね、こう今生きづらさというかさ、なんか楽しくない、なんか生きてるのが虚しくなるみたいな風に思う時ってあって、その要因がもしかしたらそういう、周りの視線というか、周りの評価というかわからないけど、そういったものに起因してるというか関係してるんであれば、ちょっとこの考え方をぜひ
なんか伝えたいなと思って今回このトピックをね入れさせてもらいました。本当はもうちょっとあるんですけど、これ動画にすると多分オープニングもあるからだいぶ長くなってると思うんで、ちょっと今回このぐらいで終わろうと思うんですが、ぜひ周りの自分のことを大事にしてくれるというか、思ってくれる人を大事にしましょう。誰かがいっぱいいるから、人間なんて誰かはあなたのことが嫌いです。絶対にいるから、そういうやつは。でそっちの方が目立つから、嫌いな人の方が目がいっちゃうし、そう、でも嫌いな人はいる、しょうがねえって。でもどっかにいる、まだ出会えてないかもしれないけど、どっかに気の合うというか、自分のことを大事に思ってくれる、ね、それが異性じゃないかもしれない、同性かもしれない、わからない、同じ世代かわからない、上かもしれない、下かもしれない、でもそういう人はいるんだよ、いつか出会う。だからそっちを見るようになんか生きてもらえたら、まあ、そんな視点もあるんだなというのを思ってもらえたらと思います。以上、延長戦でございました。ありがとうございました。